楽しみながら取り組むことができる。ポイント2、不得意なことは無理をして自分でやるよりもそれが得意な人に任せよう。人は誰かに認められて頼りにされると嬉しいものであり、能力をフルに発揮できる。ポイント3、オールマイティーになる。